うん、あれは失恋ショコラティエ、あれは3話4話ぐらいまで見ても恥ずかしくなっちゃって、もう見どういうことだよ、ドラマなんだよ、ドラマなんだよ、ドラマなんだけど、照れくさい、兄弟が、兄弟のなんか見ちゃいけないところを、そういうことか、兄弟のベッドシーン見てるみたいな感じになっちゃう、恋愛もんじゃなかったら見れるってこと、見れる、見れる、それ嵐でもそんなのあるんだ、俺はありますね、あ、そう、じゃあ怪物くんとかは比較的見やすいわけだ、あ、もう、もう嵐はね、ああいうの出てほしい、ああいう恋愛とか絡まないやつ、絡まないやつ、もう手とか伸びるんで十分です、伸びるんで十分、バカにしてるの、手が伸びるんで、出ない、出ない、出ないです。